そうなの、ね、大嫌い言ってないっすよ。でもやめるやめる揉めてやろ。ぐち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 言ってた。変わってくれたなと思うし、やっぱり聞いてくれるし、最高だと思うっすね。自分褒められたからさ。回ってんの？回ってます。わかるよね、あの話か。あの話わかるよね。正月早々に俺が来たってことはわかるよね。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まあ、どうでもいいや、挨拶だった。ちなみに、リュウジたちがおるって言ったので、ドバで、はい、サボりチェックした。案の定サボってました。案の定これほど携帯いじってました。仕事してんなと思ったら。で俺に気づいちゃったもんね、あいつ。俺はもう詰所に隠れて。2年じゃそのから、はい。で、ちょうど松田君来たもん。あ、松田君電話したんか。電話して呼んだ。呼んだ。材料一回も触ってない。カンカンなんかちょっと触ったね。急に保険とか乗っとくの。多分途中で、なんか人がおる名古屋で、松田君呼び出されて途中おらんかったんだよ、ね。俺絶対社長どっかに見とるわってなって、急にフォークリフト乗ってなんか出たときましたよ。積み込みし始めて、うん、社長の動画見てください。マジで私も一緒にボーボー来ちゃったんで。そんなことはいいけど、はい、まあ、分かるよね。この辺りじゃない。会社やってみて岩塚のマンションって確かそうなの、大嫌いですね。言ってないっすよ。でもやめるやめる揉めてやろ。言っとったな、お前。ありましたね。嫌いとかじゃないんですよ。はい、やり方の貸してください、貸してください。怖いじゃん。お前さっき恥ずかしさ飛ばすなんて。お前それ逃げだ、逃げ話終わらせんよ。これ教育です。教育ね。まあ、パワーやな。なんであの時嫌いだった、ぶっちゃけ。まあ、今だと言える、今仲いいだろ。嫌いにされてるから嫌いじゃないって言っても。まあまあムカついてた。動画になったんちゃう。いや、なんか本当に辞めようとしてるみたいな。いや、辞めるってなってたんだよな、リアルで。そうです。こんなに藤井さんが監督に話して、カンタ君が間半入ってで、翔君がいきなり飲み行くぞ。あ、2人で。まあ、みんなですけど、飲み行くぞ。やっぱ楽しいな。飲みに行ってることめっちゃやる。すごいですよ。言ってないですよ。だから昨日の夜納豆届けに。今が余分でおっしゃる。今が余分でおっしゃる。もしもし。TikTok 頑張ってるらしいね。楽しんでやってますよね。あ、本当。夫婦で。今フォロワー何人ぐらいいるの？730人ぐらいです。730？はい。大したことないな。すごいですね。全然大したことない。もっと頑張れ。1ヶ月ですからまだ。ああ、全然ザボ。厳しい。いやいや、そんなことはどうでもいいんですけど、はい、昔堀川君のことが あんまり好きじゃなかったってことを今カミングアウトしてるんですけど、何か言ってなかったんですか昔。いや、なんて言ってたかは本当にはっきり覚えてないのですよ。なんかは言ってました。嘘。ぐち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 言ってた。ほら見ろお前、やっぱ奥さんの方がお前。奥さんの方が SNS 昔だからじゃない。昔は今は仲いいじゃん。今はなんかもう、兄貴兄貴言ってなんか慕ってるんで。慕ってる。だいたい兄貴っていうやつ薄っぺらいからね。こっぱずかしいわ。じゃあ TikTok なんか次回こんなんやるよって視聴者になんかないですか。セミヌードぐらいだったら行っちゃうよとか。見たい。それはタケの許可が許可したら行きやるんだ。セミネードやるんかい。セミネードだったら俺もチャンネル登録するよ。夜の営み、布団の上から撮ってみたとか。やばいよ。それはやばいです。声だけ聞こえるとか。いやだ、それ。ライブで。それなんか暗いですよね。また頑張ってください、本当。はい、ありがとうございます。うん、それはね、ありがとうございます。ゆうちゃんもこれでやってって。よろしくお願いします。ゆうも撮影で分かったら声変えるよ。ここも撮影。今はもう無理よ。じゃあここに入ってなくて撮影でだったら声変えるよ。さすがに。ちょっと電話させるわ。内緒でやろうか。それデログしてくれ。絶対面白いですよ。そう。じゃあぜひ皆さんチャンネル登録して。シリーズ化しよう。一気に撮影してからのバレるね。男みんな揃って。それぞれの、な、ペコちゃんとか。ライブでやってもいいな、それな。あ、ライブでするかもしれないんで、ちょっとね。いや、それだったらさ、どうするの、もしバチバチの喧嘩になっちゃったら電話越しの。やっぱ、雨の時固まる。
やばいやん。俺は雨降ったら流された。雨降って固まらず固まらず。こんなに嫁がいたなんて言えよ、その当時とか。まあ、当時の愚痴を話す内容としては、うん、僕はここまで決めたかったと。その日の流れをここまで決めたかったけど、うん、確か翔くんが中組むかっつって、うん、ああ、そう、言ってた言ってた言ってた。高い方を決めたかったんですけど、うん、人数分かれちゃって高い方決めれなかったっていう、うんうん、違う、確か材料が足りんかったんですよ、うん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 、上組む分の材料も。あ、こいつが何も分かってないと。そう、違う違う、なんか武さん言ってたじゃん、自分はここまで組みたいからそれだけの分しか持ってきてなくて、だけど翔さんがこっち組んでそっちに使っちゃったから材料が足りなかったみたいな。お前の方が悪いじゃん。そうそう、人数入れとったもんで、上は絶対決まるって僕は思ってたんですよ。うんうん、あ、じゃあ俺中進めるわ、上もそんな人数いらないからって言ったら、うんうん、そしたら材料が足りんくらって切れ出して、うん、切れたというかもう不適されて、あ、もう態度も出とったんだ。で、それ言い合いになったの。言い合いにはなってないです、まあ、だから30ぐらいにこうやって材料取りに行くって言ったもんで、うん、いやもうバカかっつって、うん、失礼です。あ、もう早く終わってもええわなって、うん、でもそこで朝打ち合わせしんかったの、こういうふうにしてこれしなかったっつったけど、俺も悪いし。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ださい。まだ話の途中だったけど。俺の悪い癖。最初外部あげとったんだな、牧場じゃなくて。そうです。ま、で、それで材料をこいつは手であげるって言ったんですよ。いや、だってエレベーター使えるんですよ。そこでもちょっと不適されて。いや、エレベーター養生せなかったんで。ああ、それ俺怒ったよな、確か養生してねえな。汚い養生してやったんだ。そうっともねえで可愛く直しちゃっていいって。そう、俺らやってないよね、養生は。養生はやってなくて、なんかいい加減な養生だったんだよな。そうっす、ビニールだけ貼ってある状態だったんで、うん、それじゃマジな、うん、それ嫌や。いや、全部その貼ってくるよ。全部嫌、良かったじゃないって何が。結果そう、そうそうそう。でも、タケの、あの、いいとこも悪いとこだけど、なんか優しいのは、まあ、ショーもそうだけど、ショーはどっちかってただ無口だから言わんタイプだけど、お前なんかあんま言えんとこあるだろ。まあ、俺どっちかって言える方だから、言わんでもいいこと言っちゃうけど、どっちかって言うと。それってもうコミュ力だよな。まあ、まあもちろんこの関係性っていうのもすごい大事なんだけど、まあ、それもショーも課題だけどね。怒ってんのかな、俺と思うときね。最初の方は思いましたね。でも慣れてくると、あ、ただ無口なんだよ。で、みんな言う、入ってきた人みんなが言う、カンタさんとショウさんには喋りかけたくないって。プリプリするイメージあったんですよ、最初の方は。うんうんうん、実はなんだ。実は無口でしょ。そう。呼ばれそうでしょ。好感度上がって喜ばせる。これで好感度上がらんでしょ。いや、上がるじゃん。なんかかっこいいじゃん。でも無口だとこうやって会話ができなくてさ、うまくいかないから。喋、まあね、れる人の方が好かれやすいじゃん。ただ好感度だから。分からん。なんか無口ってかっこよくない？かっこよくない男ってさ。いや、別にいいよ。仕事なのか思ってそうでいい。うそか。お前、そういうことだよ。いや、違う。もう IT されてないじゃん。あ、そっか。ちょっとお前が成長したね。そうそう、大人になって。これ、家帰ると仕事しないと。いや、最近は。何言って。違う違う違う。って、お前話すぞとか言って大した話じゃないけど。大した話じゃない。全然話すわ。まあ、今は本当にどうなんですか？実際の。何そう、どこをしたったのじゃ。一男として、うん、あ、こういう男性いいなって思える、うん、まあでも、あの、俺とタイプは違うけどリーダータイプだよな。そうそう、俺はよう喋る方だけど、こっちも全然喋らんし、まあ、どっちかっていうと自分でね、行動でとか、うん、まあ、とにかくね、まあ、責任者は一番向いているんだよな。リーダータイプだよな。人を引っ張る力はあるなとは感じるけど、いいじゃん、今日そうだ。これ引っ張れんだろ。いや、それも見てなかったけど。いや、もちろん あいつ頭いいし、センスあるし、コミュ力もあるじゃん。だけど、その、たる力というのはまた違う一つだから。いいんじゃないですか。いい動画撮れたんじゃないですか。最高だと思いますね。自分褒められたから最高。お前からなんかあるの、じゃあ、たけに。もう変わってくれたなと思うし、やっぱ聞いてくれるし。ああ、そう。はい、こっちがちゃんと聞けるようになっていいなって。翔くんと行くときは自分出さないように、あの、合わせる方がいいなって思う。ああ、なるほどな、うん、そっちは結局トータル的には現場ピシッと収まるわ。そうです。仮に自分が頭で回ってても、うん、一回聞くことにしてます。
どう進めてきます、うん、あのね、まあ、大体お互い納得して、もちろんこれでいいですねって感じ。みんな成長したいんだな。俺も成長しないか。この YouTube の話、あおらことばっかりやっとったら、置いとかれちゃうわ。君の後ろで、ああ、見やとか言って、運転ちゃんとするわ、お前。とか言って、文句言っとったら、間違ったよ、おい。社長になってよかったとか言って聞いた人は、後ろで。人は動いて使ってる時が一番幸せ。はい、じゃあ、それじゃあ皆さん。はい。ちょっと別件ですけど、あのアスパラの買い取り今やってます。アスパラの買い取り屋さんとかだとさ、まあ、有名なとこいっぱいあるけど、まあ、そういうとこってやっぱ買って売るからそれなりの単価でしか買えんと思うけど、うちはまあ自分のところでね、ビジネスとして使うことが前提にしてますので、まあ、それなりの金額では買ってると思いますので、ぜひ声かけてください。お願いします、うん、あとは3月19日のゴルフコンペ、三重県鈴鹿カントリーでやる予定にしています。もう結構集まっちゃったで、多分人数枠40予定しとったのは多分埋まっちゃってるかもしれんけど、うん、まあまあちょっと増やしてもいいかな。まだ今は10だからね、中に入ってくれるんだな。結構来てくれてるんで、まあ、友達とか誘って2人とかで来るとまあ回りやすいかもしれないかな、うん、今回はまあゴルフはみんな別々でやって、でそういう昼とかしゃべったり表彰とかじゃん、そういうところでみんなしゃべって、であとはまあ飲み会も参加してくれや、まあ結構仲良くなれるかなと思うし、ぜひ、うん、参加の方もよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。 TikTok ぜひ見てください。ちょっと噛んだし見てくださいって言った時見てください見てください